ロ出てきたぜ。さあ今回はこちら、ウルトラ怪獣アドバンスより天球怪獣二次化勝ち&アースガロンもっと強いユニット、はい、こちらでございます。さあさあさあ、ウルトラマンブレイザーで前後編で、ブレイザーやアスカードで、苦しめた強敵怪獣二次化ガチ、即備化されましたよ。かっこよかったっすねっていう、まあ話をしながらね、まあまったりとね、おもちゃで遊んでいこうかなと思っておりやすよと。いや、今回もね、ギミックがね、こんな感じであったりとかしてね、相変わらず楽しそうな、おもちゃに仕上がってるんじゃないかな。まあ遊んでるんだけどね、もうね、ごめんなさい。で、まあ、モッド2もついてるからさ、これはまあ楽しいっすよ。はい、155mm のね、大迫力の遊びとなっております。こんな感じで、本編のお写真も載っておりまして、二次化ガチと戦うアースガロンモッド2。うん、こんな感じでね、二次化ガチの説明も書いてあります。背面ジャジャンと、こんな感じでギミックがありまして、あとは、説明書はね、QR コードこれ読み取ってねみたいな最近こういう方式が多いですね。上面もカラフルなパッケージとなっておりまして、すごくこうね、賑やかな箱でいいですね、楽しいですね。さっ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 さ、そんな感じで二次化ガチ、本体を遊んでいきたいと思います。じゃじゃじゃー、はい、天球怪獣二次化ガチブレザーの発表会がありまして、そこでね、この怪獣、名も知れぬ怪獣二次化ガチが、うわ、めっちゃかっこいいなと思って、一番タイプだなと思ってて、いやー、早くこの怪獣出てきてくれないかなと思っていて、すごく楽しみだったんですけど、これ情報解禁した時に顔がパッカーンって開いた状態で出てきたから、最初発表会で見たあの怪獣と二次化ガチが同一人物って一瞬こう理解が追っつかなくて、え、こんな怪獣いた、あいつかみたいなちょっとそういうですね、ハッとさせられたみたいな、そういう思い出もありますね。いや、かっこいいぜ二次化ガチ。ソフビもね、とってもね、こうサイズ感もありますし、こんな感じでね、ふわーっとこう、まあ、塗装とかもね、されていたりとか、まあそういった説明、もうそういった説明でも、こう二次化ガチかっこいいぜって話しようか僕、あの仮面をつけた二次化ガチの顔がすごい好きで、このね、仮面をかぶった状態のこの二次化ガチの、このちょっと渋いダークな感じというか、これがね、すごく好みで、これがガシーンってね、こう仮面をこう開いた時の、この、また表情がね、ガラリと変わる感じも、すごくかっこいいんだけれども、やっぱこの仮面をつけた状態のね、あのポーカーフェイス感というか、闇に包まれた雰囲気っていうのがね、僕すごくね、大好きなんですよね。仮面を開くとこう、一気にこう、歌舞伎というか、そういった風貌で、そういったね、お顔をしていらっしゃって、またこれもこれでね、お前こんな顔してたんかーっていうね、カラフルなカラーリングでね、すごくね、かっこいいんですけども、即備人形でもね、このカラフルなね、お顔つきっていうのをしっかりとね、再現してるところが、ポイント高いですよね。テレビ本編のスーツだと目が結構ギンギンというか、こうこうとランランと光っているようなスーツで、とてもこの辺もかっこよかったですし、すごくですね、この仮面をバコーンと破って、さあ今からやってやりますよ、本気出しますせ、ブレイザーもスカードもアースガードもやってやりますせみたいな、そういったちょっと一気にいかつい感じの雰囲気が出るのがとてもね、かっこいいですね。仮面の部分ね、よいしょ、見えるかな、これね、ジョイントというかね、ジョイントのオスメス、こんな感じで、作りになっているので、下に下ろした時も、ピタッとね、こう、仮面をくっつけることができる。個人的に、この横顔の、こういうアングルが結構多かったじゃない？二次化ガチの、この仮面が、かなり大きく映っていて、口元がね、チラッと映るみたいなね、口元だけちょっとチラッと映るみたいな、この辺のね、セクシー具合というかね、こういった、カット、人がとてもかっこよかった、とても僕の好みでしたというね、感じでしたね。うん、まあ体つきもですね、こんな感じで、まあ成型色のこのグレーな感じで、再現されてますけど、要所要所ですね、こんな感じでカラフルにね、塗装されてるので、まあこの辺ね、あの賑やかな感じのカラーリングしてるかなっていうふうに思いますね。まあ早速ツイッターとかだとかなりガッ
つりね、塗装されてらっしゃる方いますけど、すごいっすね。あれはすごいわ。ちょっとね、度肝抜かれちゃいましたけど、技術のある方はそういった塗装にチャレンジしてみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。いや、尻尾もね、とっても迫力があって、うん、太さも長さもとってもありますね。よいしょ。こんな感じでどうでしょうか。このトゲトゲとした、このね、刺さったら痛いよーみたいな、この辺のね、背びれ、尻尾、とてもいいんじゃないでしょうか。強者感っていうのを、背中からもうがっつりと表している、いい子供なんじゃないかなと思います。かっこいいですね。正統派怪獣はトゲトゲしててほしいですね。さらにですね、シャキーンと、もう一つね、隠し刀を備えてるのもポイントですね。かなりこう知的な戦闘をね、披露してくるっていうのもポイントなんじゃないでしょうか。ウルトラマンブレイザーではですね、前後編で、登場した虹かがちでしたけれども、こちらもウルトラではかなり王道の、この自然との共存、自然が牙を剥くみたいな、そんなお話でしたよね。なんですけれども、やっぱこう生きてる上で、自然災害、っていうのは切っても切り離せない、問題ですし、そして、この虹かがちを蘇らせてしまった教授、倒すのか、生かすのか、罪のない市民たちが、この虹かがちによってね、洗い流されてしまうと、殺されてしまうと、そのために教授を倒すのかどうなのかっていう、そういった、ある意味ちょっとトロッコ問題じゃないですけど、まあ、そういったかなりこう、難しい、答えの、ないような、答えのなかなか出しにくいような問題っていうのを突きつけるような回で、その中でどういう風に解決していくのかっていうのがすごく面白かったですね。で、この回とっても僕的にその言葉選びというか、照明副隊長と教授のやりとり、その辺なんかもとても僕好きでしたし、その脚本というか、そのドラマパートの隊員たちやキャラクターたちの言葉選びがすごく僕いいなぁと思っていて、とても僕は好きでしたね。ただまあ特撮の方も天下一品で、今回監督された中川監督はゴジラフェスとかでね、短編のゴジラの映像作品なんかもね撮られてるような方で、もちろんウルトラマンでもね、参加されてる Z とかはもう参加されてますし、いやー今回なんかその合成がすごいいつも以上にレベルが高いというか気合入ってるなっていう印象を受けたりとか、引きのカットがすごく良かったね。丁寧な合成ですごく臨場感、空気感がこうテレビの画面から伝わってくるような映像でとっても良かったですし、なんかこうブレイザーとゲント隊長の関係性みたいなのもちょっとずつ深掘りされていってる感じがいいですね。前編でさ、ブレイザー割と早めに撤退したじゃない。ああいうのもなんかもうゲント隊長の生命を気遣ってのことなのかなとか、いろいろ考察できそうですし、このブレイザーとゲント隊長って言葉こそ交わさないものの、ちょっとずつ絆が深まってるというか、ブレイザーとかもさ、何考えてるかは分かんないじゃないですか。なんだけれども、ちゃんとゲント隊長の気持ちというか言葉を汲み取ってるっていうのも、表されていて、ね、虹かがちの、この虹を掴んで、ね、虹かがちの、能力を武器に変えて、虹かがちを倒すみたいな。いやー、最高でかっこよかった。とても、好きでした。まあ、そんな虹かがちですけれども、ウルトラマンブレイザーのソフビと並べると、これぐらいのサイズ感で、やはり虹かがちの方が大きく作られてるのが、とっても臨場感があって、かっこいいですね。この仮面を外すともうちょっとね、背丈が伸びるからね。仮面分背丈がもうちょっと伸びるからね。そして、モッドツライユニットこちらを装備した、アースガロンでございます。いや、アースガロンのシーンもバチクソにね、かっこよかったですよね。ズン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 ってこうね、ライトアップしていくところがね、すんごくかっこよかったと。もう乾きた五光で、ね、光を浴びたアースガロンモッド2ユニットです。いや、かっこよかったですよね。完成までは1ヶ月かかると言われていたモッド2をですね、もう急遽戦闘でね、使うっていうところで、まだまだ調整がうまくいっていないところもありましたけれども、しっかりと、虹かがちのね、弱点を捉えて、
戦うアースガードかっこよかったなと、しびれましたね。モッド2も、そしてアースガードの首の可動もひどいおかげで、あの本編の、ね、打ち方っていうのが再現できるのも、ポイント高いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はですね、ウルトラ怪獣アドバンスより、天球怪獣二次化勝ち、アースガードモッド2ユニット、こちらをご紹介いたしました。ブレーザーね、前は、本当にすごく面白い回が続きますけれども、中でも僕この二次化勝ちの回、特に好きかもしれない。特に好きかもしれないぐらい、ちょっと個人的に刺さりましたね。好みでしたね。例えば最後、教授の笑顔で、二次化勝ちの泣き声と共に、教授の笑顔でこう終わるっていう、なんか、あのカットも、個人的にすごくいい終わり方だったなと。なんか、僕はすごく好きな終わり方でしたね。はい。っていうところで、二次化勝ちね。めちゃくちゃかっこいいので、ゲットしてください。まあみんなゲットしたかな。モッド2ユニットね、アースガードンつけるとね、音声もまた変わりますからね。ゲント大将のかっこいいセリフ聞いてください。はい、というところで、以上、お届けしてございました。それでは、バイバイ。